道玄坂カフェ2015日本酒オフ会4月の会4本目イエイ、これね、水鳥キットが書いてある。何水鳥キットここに書いてある。あ、本当だ。なんかあ、まあ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 ありがとうございます。まあ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 、ありがとうございます。これ試します。申し訳ない。いや、いけます、いけます。どうも。はい、今日初めての緑ボトル。はい、じゃあちょっといただきましょうかね。いただきます。ちょっと色ついてますこれ。お、本当だ。若干ちょっとね、黄色がかってる気がする。でも匂いは落ち着き気味かな。キヒより優しいけど、辛口系じゃない？優しいだ、これ、うん、なんかさっき結構2本続けてシャンシャンって感じだったんだけど、結構これはね、ヘニョって感じがする。なんかふにゃふにゃヘニョふわんって感じ。なんか広がるんだけど、すっごいなんかその柔らかい、柔らかいっていうのかな、なんか本当に豆腐？豆腐？まあ、なんか水鳥っぽいね。そう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 、なんかふにゃんって感じがするの。だから口に入れた時になんとなく滑らかな感じはあるかな。ちょっと甘い風味はするかも。口に入れた時に甘みを感じる。辛口麺で言ったら君にはちょっと物足りないんじゃないかな。そうね。そうね、そうね、そうね、刺激っていうとちょっとあれだけど、あやだこれ、刺激が足りないかもね。あ、なんかめっちゃこれ、なんかちょっと最近めっちゃ友達に見られてるんですよね、これ。なんかね、そう思うのが、ちょっと役者活動してるじゃないですか。でブログとかもやってるわけ。やっぱブログとかになるとこう自撮りの写真とか上げるじゃないですか、多少はね。それさ、なんかこう役者やってる子とか、そういう結構こうやってるとアイドルバターの子とか知り合いが増えたりとか、モデルバターで知り合いが増えたりとかするんだけど、そこから見たら普通なわけ。別にいいんだけど、なんかリアルな友達になんか自撮りマジ漏れてたねとか言われると、あ、どうもみたいな気持ちにはね、ちょっとまだなんですよね。今日も撮りながら漏れてる漏れてるって言ってた。そう、でもなんか本当にごめん、酔っ払ってるわけじゃないんだけど、今日本当に自撮りの漏れる率がすごい高くて、多分我ながら私可愛いじゃん。なんかそういう言い方するとちょっとあるんだけど、なんかマシだなって思う、いつもよりねえ、な、いいじゃん、こうか、まあでもなんかそう、そうなんですよね。あ、ごめんなさい、ちょっと待って。水取り機。はい、いいよ。あ、ちょっと、いっちゃいます。これ戻ってきたらちょっと紹介しますね。でも結構、なんだろうな、でも、ふわっとするんだけど、なんか広がる感じ、広がる感じっていうよりは、なんか柔らかいうどんみたいな、柔らかいうどん系、なんかふにゃんっていって、ふにゃんっていくけど、そこでちゃんととどまる。だからまとまってる感じはするんだよね。待って、読むよ。これは山田錦 100% 使用。あ、さっき言ったじゃん。なんだっけ、ルミコの酒かなんか。どこだっけ、ルミコの酒かな。で、なんかほら、山田錦の母ですみたいな書いてあったじゃない。それですね、山田錦 100% 使用。水取り機第1章特別純米酒、特別ですって。自家組生、これはね、どこだ、これ宮城県のお酒、東北だもんね、さすがですわ。これ山水に鳥と書いて酒という文字になります。その由来は昔酒を醸した容器にあると言われています。水取り機は私ども蔵元に伝わる酒造りの枠を集め、新しき息吹を込めたうまし酒を順を追ってお届けする覚醒の酒物語でございます。その書き下ろしの第1幕目が兵庫県産の酒米山田錦 55% 精米で作り上げた特別純米酒です。上質で香りのバランスが取れた味わいをお楽しみいただけます。今うまし酒物語水取り機が始まります。なんかつながりがあるのかな、シリーズものの最初ってこと
ぽいよね。だってこれ物語水鳥記が始まりますって書いてあるから、多分なんかそのつながりで何かがあるってことなのかな。水鳥記って、水鳥記ね、ちょっと調べるよ。水鳥記、これ どうやって調べるんだ。水鳥記特別純米酒、水鳥記特別純米酒。ちょっと待って調べるから。いや私さっきのやつ紹介してないよ。まあいいや、それはちょっとのの調べてちょっと この番組はねゆるさ重視なんで。鳥記、あこれだ、水鳥記第1章特別純米酒、これだね。水鳥記高輪酒店っていうのがあるらしくて、これだね。水鳥記は私ども蔵元に伝わる酒造りの、あこれさっき読んだやつだ。第1章は特別純米酒、第2章は吟醸米吟醸造、第3章は純米吟醸造、バランスの良い味わいと切れの良さが好印象です。ってことでこの第1章ね、特別純米直組生、季節限定出荷の直組生、やっぱこれも季節限定なんだ。結構ここ限定品来るっていうね、気になったでしょ、来るといいよお店に。で、すっきりとした甘みに程よい酸味がうまく絡んでいます。透明感のある仕上がり、そうだね、結構ねそのすっきり感は結構多いかも。あ待って聞いて、これね聞いてるよ話を聞いてあ、ダメだ電波悪い。これはワイングラスで美味しい日本酒アワードメイン部門にて最高金賞を受賞したので、ワイングラスで飲むのが合う日本酒ってすごくない？らしいよ。そうなんか私ちょっと日本酒好きなんだけど、池袋に日本酒飲み放題のお店がねあるらしい。なんか新しくできたらしくて3月の中旬ぐらい、そうそうなの。多分日本酒好きな人知ってると思うんだけど、その入場料みたいな3000円ぐらいで時間無制限でお酒をね、日本酒を好きなだけ飲めるっていうね超素敵なお店があるんですよ。でそこが飲むグラスが選べるの、おちょこかマス、あのあるでしょ四角のマス。あワイングラス出てきた、素晴らしいね。え、めっちゃいい、ありがとうございます。俺の手が濡れててごめん。でもそう、なんかこういうワイングラスとかもね選べるんですよ。なんかそういうお酒の種類によって飲みたいその器、器っていうのかな、グラスを好きなように変えられる。だから普通のコップとかおチョコとか。そうでも言ってさ、ここのおチョコめっちゃ良くないですか、まあ、冬ではないけど夏、そう夏とかはいいですよね。でもしかもこれもさ、そうさっきもちょっとちらっと言ったけど、これがねなんか微妙に色ついてるんですよ、薄く黄色いの。だからなんかワイングラス入れるとなんか白ワインっぽいかも。かも白ワインよりすごいサラサラしてるけど、あでもいいね、なんかこれなんかすごい、こう1年やって初めてだわ、ワイングラスで日本酒結構出てるけど初めてですわ。ちょっと今日はね、いやでもほんと1人も初めてだから言っとくけど、そうだ、いやでも1人ゆえちょっとねおつまみの豪華さですよ。どうですこの、私もこれ半分ぐらい食べてるけど今日は食べ放題。でもなんかさっきね私休憩中に多分言ったんだけど、喋り続けるから私が食べる隙ないんだよねしかもちょっとあんまり休憩時間長く取ってくれないくて食べてる隙がないの食べ物。いいけどさ、こんだけ俺がカメラの横にくっついてるのも初めてでしょ。初めてですね、ありがとうございます。一人だから大変だろうなと思って気にしてんだよこんなの。超嬉しい、なんか本当に。いやでもやばいよね、別にメイドさんのコスプレしてるからいるわけじゃないよいや本当今日でもすごいね特別版な感じがする。そう一人も初、ワイングラスが出るのも初
時田さん絡むのも初、私のコスプレも初な、ね、まあ俺は絶対ユーキが好きってだけでここにいるんだけど。本当ですか？じゃあコスプレしてるからいるんだな結局そうじゃないですか。そうなんですよね、たまたま今日コスプレしてるけど別に普段してないんですよね。そう、そしてね、割と一人だからかな、回るね、お酒なんとなく前半で感づいた方もいるかと思います。うん、あ、でもどうだろうな、なんかじわじわ来る系かも、このお酒。なんか最初こう、あ、これっていう感じじゃないんだけど、ていうかその辛口派的にはちょっと柔らかすぎるかなって感じはするんだけど、私が酔っ払ってるかな、わかんないけど、結構今回は今4本目だけど割とちゃんとお酒っぽくっていうか、この辺がね熱くなる感じが多いかな。春ってそういう感じ、なんか冬はなんかこうなんかもろ暑いみたいなのが多かったんだけど、なんか春はなんか油断させといてきついみたいなお酒多い気がするそうね、なんかそんな爽やかって言い切れるようなスッて切れ味じゃなくて、なんかちゃんとね爪跡残す系っていうか、なんか柔らかいんだけどちゃんとお酒な感じが。でもこれもなんかね1本目に近いっていうか、日本酒あんま飲んだことないような女の子におすすめしてもいいかな。あ、でもどうだろう、1本目はそう、さっきも言ったけど家政婦さんって雰囲気の味だったのそう、すごい不思議な顔してる人いるけど飲んだら分かるって。1本目がなんかすごいなんかおかゆとか作ってくれそうな家政婦さんっていう雰囲気で、2本目がキャリアウーマン、3本目があざとい女子高生。これはね、公園で遊んでる小学生かな、なんか一緒にボール遊びしたいちょっとそうなんですよね、なんかすごい笑われてるけど実際ちょっと私表現方法がちょっと絶妙っていうか、ね、ちょっと試してみてください。それ最後のやつはね、あざとい女子高生そう、ちょっとボキャブラリーが貧相だからイメージで伝えるしかないの。逆に斬新けどこれはこういう風味がとかこういう香りがっていうのがちょっと言えないから、ちょっと雰囲気で伝えるけど、でも小学生、なんか小学生って言うとワイングラス似合わないよね。違うな、なんて言うんだろう、もはや動物かな、どっちかっていうと小学生っていうよりなんか柴犬みたいな。あ、分かった、あ、分かった、ほら見て伝わったよ、私のあざとい女子高生伝わったよちょっと意外と的確かもしれないそう、まあでもイメージで言った方が意外とこういうの伝わるのかもね。なんかそのさっきもちょっとちらっと言ったんだけど、今最近はワインの勉強をしてて、その香りだったりとか、そう口に含んだ時の味わいとかを他の果物で例えたりとかいろいろするね。だからこう飲んでみてそれ調べて、だいたいソムリエさんとかがねこういう香りがするんですよっていうのを見て答え合わせみたいなのをするんだけど、多分ね赤ワインとかで多いんだけど、なんか土の香りとか結構みんな言うの、土の香りとかなめし川の香りとか、いや分かんないしそれっていうのは思っちゃう。カシスとかそれ黒い系の果実の香りがするとかは結構ね言うんですよね。あ、ワインだと結構そういう話とかが出てきて、そういうベリー系、なんかブラックベリーとかラズベリーの味がするとか、アプリコットの香りがするとかは結構ねいろいろ表現されるんだけど、あんまね私それわかんないの。てかアプリコットの香りって言われてピンとこないし、まずなんかアプリコットみたいな、そんな普段嗅がないなみたいな。なめし川の香りとか言われてもさ、なめし川普段嗅がないじゃん匂いそうだからそれ言われてもピンとこないなって思って、ね、
この前テレビ見たら、そのソムリエさんっていうかワインを輸入する仕事をしてる方が出てきて、その人はなんかワイン飲んで屋台の焼きそばみたいな雰囲気みたいな表現の仕方をしてたのね。そう、味とか香りが別に焼きそばの香りがするとかそういう話じゃないんだけど、雰囲気が屋台の焼きそばって感じなんですよねって言われて、多分それ言われて飲んだら、あ、確かにそれ分かるかもしんないみたいなのはあるんじゃないのかなって思った。だからなんかお酒を表現するときに、私はね多分そんなに詳しい方じゃないからだと思うけど、なんか具体的なこの果物の匂いがするとか、この果物の味がするとか、これの匂いがするって言われるよりは、なんか漠然となんかこういう雰囲気のとか、なんかそう若いなんかそのなんかそういうなんかもうちょっとふわっとした感じとか、シチュエーションとかキャラクターとか、そうなんか全体の雰囲気みたいなので言ってもらった方がなんか共有しやすいんじゃないのかなっていう気はするんだよね。ということで今日のはね全体的にそういう感じで表現してる。結果これはなんか柴犬、なんか別に柴犬の香りもしないし柴犬の味もしないけど、なんかこう柴犬的な可愛さ、可愛いけどなんか従順っていうか、なんかこう飼い主に忠実でいい子みたいな感じがするんだよねっていう、わかんない、飲んだらあ柴犬ねって思うかもしれないみんなみんなわかんないけど、ある程度の人が共感してくれればいいかなと思っております。何しようと言いたいこと言ってる、違う、ちょっと自信なくなってきちゃったこれ柴犬って言って通じるかな、え、なんか柴犬っぽい、柴犬っぽい、今まで言ってきたじゃん、いろいろね、こういう雰囲気、最初これ小学生、公園で遊んでる小学生かなって思ったんだけど、ちょっとワイングラスと噛み合わないなと思って、考えたらもう人じゃない、これは可愛い柴犬だなって思った。黒の方の柴犬、黒の方の柴犬、まあ、拍手してて分からんわでもまあその辺はぜひこれを買ってね、あれだなって思っていただければなって思うかな。はい、じゃあいいかな、拍手してくれたらリスナーもいるよ。あのね、本当になんかバカにしてる人いるかもしれないけどバカにしてる人いるかもしれないけど、たまに分かってくれる人いるから嘘だと思って確かめてみるといいよ飲んでみなさいよあんた、飲んでみなさいよあなた、はい、そんな感じかな。はい、どうせ告知はないから、だから本当先言わないでよ一応私のネタなんだから振ってもらってないよっていうのがネタでしょまあいいや、告知ないからブログとツイッターぜひチェックしてください。はい、お願いします、はい、お願いします。はい、じゃあ評価の方いきましょう。はい、一斉のほい4、うん、まあそうだろうな、3、うん、4ぐらいかな、気になったら 3.5 か、そのぐらい、なんか4って言うとちょっとあれなんだけど、なんか3って言うと厳しすぎる気もする、3.5 かな。これはやっぱそう、安心して人に勧められる感じがする。ただ私の好み的な話ね、なんかパンチが少ないっていう。でも食事に合わせるんだったら今日の中では一番これな気がする。なんかご飯食べてる時に一緒に飲むっていうんだったらこれっていう感じはするけど、お酒自身を楽しむっていうにはちょっとこうパンチが少ない気がする。中に合わせて楽しむ感じかな。まあ本当にワイングラスで1、2杯っていうのが美味しいかも。そうだね、結構そのゆったりとなんかおしゃべりしながら飲むって感じかな。そうね、でも黒い方の芝犬、黒い方の芝犬の、そうですね、だから可愛さもちゃんとある。でもなんかご飯に合わせてこれ飲んだら全然、ね、そのお酒としてはすごい満足する感じがする。だから飲み慣れてない人はいいと思うな、その香りとかもすごい広がりすぎない感じ、ちゃんとある程度のところでまとまるんだよ口に入れた時に。だからその後ですごくお酒の匂いが残るとかそういう感覚でもないから、なんかあんまりこう慣れてないよって人でも飲みやすさはあるんですよ。
って感じ。さあ、はい、ゴールください。はい、道玄坂カフェ2015日本酒オフ会4月の回4本目でした。バイバーイ。